パこんばんは。本日ファンキーポッキーナイトボリューム2にお越しいただきまして本当にありがとうございます。いつもでしたらセンターで歌うところでございますが、今日は MC のみの登場となります。あ、知りませんでした。私ボーカルやってるんです、実は。ということで、ね、今日は素敵なバンドナオバン、去年はですね円盤というバンドでなぜかご登場だったんですが、今年はボーカルのナオちゃんが復帰され、また今度は新しいキーボードの方が加入されたということで、新生ナオバンで素敵なサウンドをお届けしたいと思います。どうか皆さん今日一日お楽しみください。どうも。じゃあ盛り上げていってくださいね。わー、もっともっと。
我々随分とすっごい今日はね気合入ってます。はっきり言って今の曲何だったんですか。え、今の曲何て曲ですか。今のはモンキーマジック。モンキーマジックちょっと僕知らなかったんですけど、ね、この曲嘘だね知ってるでしょで今日はね、なんで気合が入ってるかっていうと、あの新しいね、さっきエマさんからも紹介あったけど、新しい ボーカリストじゃないやキーボーディストが入ってナオバンがパワーアップしておりますね、今日ははっきり言ってすっごい気合入ってるから、ね、みんなも楽しんでっていっぱい飲んでね、楽しんでもらいたいなと思います。よろしくお願いしますで次の曲なんですけれども、次はですねガッキーがボーカルを取ります、ね、ちょっとでは一曲結婚式ドラムの方が入ってくるんだとこの曲始まらないですよね。ちょっと気になるように中まで入ってくるんだよね。ちょっとダメかな。下ではこれ8回ぐらいやってますね。
安っぽいロマンスが消えなくて今過ぎてゆく時間はゆっくりとタバコを入り食べてゆったけの白物と知ってるなら Ready go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  今すぐ何もかも帰られずこの場所を動きずり私が泡になるさまよいたくて生まれたんだろう黄色い声が欲しいんだよね。ね、そう、あのいっちゃんが入ってくれたことによりですね、いろんな曲、ちょっと今までナオバンがねやってなかったような曲がねできるようになったんですね。で、次の曲はですね、ガッキーと私のデュエット曲でございます。デュエット曲なのね。聞いてない？デュエット曲で、今までは2人でね、あの掛け合いでやったりする曲は結構やってるんですけど。デュエットって初めてだよね、ガチなね、ラブソングのね。って言ってもムード歌謡じゃないんですけどね。
ブード歌謡じゃないんだけどね。うん、そうですね。いい感じの曲なんでね、ちょっと聴いてもらいたいなと思います。ミステリーという曲と Z という、これはちょっとね、これも恋愛だよね。恋愛じゃないの、ラブソングだよね。ずっとのね、2曲続けて聴いてください。ラブ恋はきっと心揺さぶる So mystery。
デュエットガッキーとのデュエットどうでした？あれ何もないの？あれ反応ないよ。よかったら次回もやろうかなと思ったんだけど、私一生懸命さガッキー見てんのに全然見てくんないよね。普通はさデュエットって見つめ合ってこうやるじゃないね。失礼え、でも次回はもうまたやってもいい、やってもいいよね。私いいなと思ったんだけどね、うん、よかったかね、お願いしますまた次ね、次の曲なんですけれども、これはね超有名な曲、もうここにいる全員が知ってる、知ってる曲やります。いい感じのね BGM 流れてきちゃったから、これね聞きながらねお酒飲んでね、私もずっと聴いてたいなって感じなんですけどね次の曲はねあえて言わないんですけど、みんな一緒に歌ってね
最初に、あ、よかった。ね、いい曲だね、卒業写真は。ね、楽器全然喋ってくんないの。あ、私ほんと MC 下手なんだから、ほんとちょっと喋って。あ、下手なんだって MC。 そうなの。何でこの曲は今日選ばれたんですか。いや、なんかわかんないけど、いい曲だから。いい曲だからね、なんで見たんだっけ。みんな知ってるもんね。知ってるよね、うん、だから選んでみた。次は何の曲なのかな。次ね、なんだっけな、ちょっと待ってね。大愛だよね。大愛という曲で、ドバラードなんですけど、あれ待って、ここね、メンバー紹介だよ。メンバー紹介だよね。もうわけわかんなくなっちゃったよ。じゃあね、ここで改めてメンバー紹介をしたいと思います。皆さん声援をね、お願いします ね。ではでは、いきます。オーナードラムス、木下ゴイチ。ゴイゴイ、あれゴイちゃんがほら前に出てまいりました。ありがとうございます。いきなりなんだろう、今日はですね。
私がなんとちょっとそこまあ私がメンバーを紹介するコーナーになりました。すいません。珍しいよね、ドラマーが出てきてさメンバー紹介するって。私もあのバンド35年ぐらいやってますが、この前に出て MC やるっていうか、初めてだよね。まあ他のバンドでもないんじゃないかという感じ。何この企画。ではまずちゃっちゃと時間もないことなのがあるかわかんないですけど、まずはメンバー紹介をしていきたいと思います。はい。それではまずベースの清水健の方からいきたいと思います。清水健の方から。ですね、ベースの清水健はちょっと邪魔なんですけど。ですね。そう。実はですね、大学の時に組んでたベーシストでして、私の1年後輩のに当たりますんで、年下です。後輩なの？ごめんなさい、先輩じゃないんで、後輩なんで、年は同じなんですけども、まあ、いやいや年下ですよ。大学の上下関係は絶対なんでね。絶対は絶対です。そう俺が弾けって言ったら弾くんで、そうですね、で清水くんね、ちょっとこの風貌がちょっと怪しいんですけども、この前ついに人生初の職質に会いまして、まあ先週ね、先週だったね、50歳にして、はい、どんな気持ちでしたか？私若造の警官だったんですけど、私が不審だと思う人にお声掛けしてますって言われて、笑っちゃいました。でもごめん、ちょっと不審に見える、ごめんね、ちょっと不審に見えちゃう。いいです嘘嘘嘘だよ、嘘。そういう風に見てた、絶対嘘嘘嘘嘘、はい、よろしくお願いします。じゃあ私とリズム隊は一番長くやってるベースじゃないかと思います。ベースの清水健です。それではですね、次のじゃあギター、立ち位置が難しいね。難しいよ、急に出てくるから。私どこに行ったらいいのよ。じゃあギターの楽器に紹介しましょうか。稲垣君も実はですね、大学の時にバンド組んでた人でですね、稲垣君1年の時に会った時はうまいなとは思ってたんですけど、組むのが大学4年になりまして、その時以来の付き合いという感じです。で、この弁天さんに出れたのも稲垣君の、つてで出られたという感じでございます。ですね、はい。今もかっこいいんですけど、昔はもっとジャニーズ系みたいな、ジャニ系だったんだよ。すんごい、ね、モテたんじゃないかなと。モテモテで羨ましい限りでございます。はい。で、稲垣君は僕とは同級生です。年は同じ、同じですね、はい、同級生で、清水健はフルネームという感じです。はい。で、昔そのキーボードは今違うんですけれども、ストちゃんというのがいて、で円盤っていうバンドをやっていた感じですね。はい。なんか稲垣君言うことはありますか？ここまで来て、いや歌うんだけどマイク持ってもう仕事をしないんでね、この MC は、ね。ということで、はい、じゃあこれからもとりあえずギターとしても結構一番長くやってるギターだと思います。ギター&ボーカル稲垣博史です。でですね、次キーボード、どうぞ。はい。ごめんなさい、今回の目玉というかですね、さっきも言ったんですけど、キーボードのストちゃんというのがおりましてですね、ちょっと事情により、ちょっと今活動休止中なんですけども、そこをちょっとお願いしますということで、ずっと憧れのキーボードではあったんですが、ちょっと恐れ多くて声をかけることができずに、ね、今まで私がかけたんだよ。そう分かった分かった私だから、君がかけた、勇気振り絞ったんだよ。でようやく入ってもらいまして、即答入りますということで、ここ快諾していただきまして、本当にありがとうございます。で、いっちゃんはね、もともとその他のバンドでやっていて、ラッキーボーイというバンドがありまして、で実は僕はそこにドラムとして実は呼ばれていて、実はラッキーボーイとナウマンで両方キーボードとドラムでやってるような関係になっちゃってますね、今はね。はい。ということで、
じゃあ紹介しましょう。キーボード市川すむ。でですね、もうとっととここは終わらせたいぐらいなんですけども、ボーカルの直地の紹介ですね。まあ、ここら辺大体もう9割ぐらい知ってるんですけども、ここはあの兄弟でして、そうです、あの妹と兄の関係でございます。なのでこういうひどい扱いになっておりますけれども、ですよね、まあ、紹介しろと言われても、まあ、50年ぐらい兄弟やってると紹介するべきところも特になくですね、まあ、ちょっと皆さんにちょっとあのこのバンドのメンバーに直地をどういう感じで捉えてるかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思います。何それ、やだ。まずはじゃ あの新しく入ったいっちゃんから一言だけちょっと決めといて。もうとても憧れの女性です。あ、うまいね、いっちゃん、うまい、うまい、だから入ったのも。じゃあちょっとあの稲荷さんに、はいはい、すいません、マイクどうぞ。憧れの女性でした。つまんないこれ。お、落ちが。落ちないからやめようよ。はい、どう好き。じゃあお兄さんって呼びますか。いいね今の。いい。うん、いい。まあそういう感じで。ストレートでよかった。うん、そうですね。はい、うん。という感じに捉えられているそうです。はい、はい、ボーカル藤川直子。はい。ということで、ありがとう。じゃあ次の曲お願いします。なんだろうねこれね。なんかゴイちゃん今回ねどうしたの、出たいで出たいって前で紹介するって。やりきってやったみたいな。そこでするんでしょって言ったら、いや前に出る、俺は前に出るって言ってさ、どうしたの。いや皆さん来てくれてるから。あ、そうだね、たまにはでもいいかもしれないね。そうそう、いつもねこんばんはぐらいしか言わないから。そうだそうだそうだね、ちょっと楽できました、ありがとうございました。じゃあね、次は新しく入ったいっちゃんのキーボードプレイが光るバラード、ドバラードでございます。皆さん楽しんで聴いてみてください。これでよかったのよ、何度も言い聞かせた、抱えきれぬ想いが溢れないように鍵をかけて、黄昏映した駅のホームでこうして、また出会うなんて騒ぎ出す
一番引いた。あれ？もういいや。もういいの？もう終わったか。ね、あれ。もうラストじゃないや。あとね、3曲で終わっちゃうよ。あれ？全然がっかりしてないみんな。突然感からじゃない。ね。あと3曲で終わりなんですけど、もうノリノリの曲が3曲続きます。ここからは。皆さん立ち上がる時ですよ。今は立ち上がらなきゃ、ね、ちょっと間狭いけどね、踊る準備しといてくださいね。皆さんお願いしますね。ね、そうだよ、ほらいい感じで、いい感じ。
サリ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 サ
for my eye. Got a thousand and feel the sunshine. Oh, then I know when you're alive. Oh, darling, come as you, baby, get it right. The morning when I wake up, oh, she'll be sitting at a crowd. Oh, she'll smile at a window. Oh, her voice is at a cloud. Counting comments, baby, got it right. Yeah, bye-bye. No matter how, no matter how that the world is moving, I lay up to laugh and see. I keep smiling all night. All the universe is colors. Come on, Jack.